令和元年5月1日にデビューしました。今日も一日頑張れよ、新浜レオンです。やはり僕自身も父親が演歌歌手ということもあって、根っから演歌歌謡が大好きだったんですね。なのでビーンからデビューできたというのは僕も今でも驚いているぐらいなんですけれども、とにかく演歌歌謡を知ってもらうために、演歌歌謡にとらわれない活動をできるのがビームの強さだと思っているので、どんどん演歌歌謡初を目指していく歌い手を目指しています。はい、なんかこう演歌歌謡の、まあ、伝統歴史がたくさんあって、なんか演歌だとこの番組は出れないとか、こういうのはできないよねとかっていうところをこう超える存在になりたいなというのが大切な目標にしているところですね。はい、こういうジャンルに挑戦してみたいなってありますか？やっぱりビームといえば、まあ、ロックにポップスに本当に大先輩がいらっしゃるので、そういった意味ではロックポップスには挑戦したいなと思ってますし、憧れが新御三家の皆さんでして、それこそ西城秀樹さんが今年3月25日50周年ということで、本当に名曲の数々を僕自身もカバーさせていただいてるんですけれども、秀樹さんもやっぱりこう根はロックといいますかみたいな部分はあるので、僕もそういった要素を大好きな演歌歌謡でもこう取り入れながら歌っていけたらなと思ってますね。はい、あの横浜アリーナで、イベントだったんですけれども、大黒摩季さんとなんとですねララララをご一緒に歌わせていただきまして、いやもうこれは本当に緊張して、もうデビューして割とすぐタイミングだったので、もう本当に右も左も分からず、あの大舞台で実はリハーサルから大黒さんとご一緒させていただいたんですけども、まあ怖かったんですよ。大黒さんがまあいい意味でもうたくさんご指導していただいて、厳しいところは厳しく、まあ、座長である姿というのを背中で大黒さんから教えていただいて、でも終わった後にはやっぱり人前に立つということはこういうことだからねっていうのを温かく声かけていただいたりとか、そういうことは多いですね。今でもなので会社ですれ違ったりとか、いろんなところで会うとまずは梨をあげてます。僕千葉県の白石というところが出身でして、白石梨がすごく有名なんですね。なのでまあ、今まさに取材している時期は梨のシーズンなので、大黒さんに少しでも喜んでいただけるようにナッシュプレゼントしてます。お客様の反応を見ていかがでした？いやすごかったですね。もう息子のように可愛がってる新浜レオン君ですってこう呼び込んでいただいて、テララララ歌ったんですけど、でもリハーサルで本当に緊張しすぎて歌詞とかがもう真っ白になっちゃって、頭が全然出てこないんですよ。もうララララララってこれ誰もが分かるじゃないですか。やばい、レレレレレレだっけとか、何だっけとかっていうぐらいに本当に緊張したのを今でも覚えてます。ラララの歌詞が出てこなかったんです。出てこなかった。大黒さんこれ見てたら怒るだろうな、またまずいよ。いやでも本当にあの現場があったからこそ今が、あるなって思ってるので、もう財産ですね。はい、素晴らしいご経験でございますが、はい、黒木麻衣さんとも交流がおありですか？そうですね、デビュー前から倉木さんのコンサート見させていただいたりしていて、でご挨拶もさせてもらってるんですけれども、あの大スターの倉木さんがやっぱり、お客様一人一人に本当にこう頭を下げて、そしてありがとう、心から感謝ってこう伝えてるのを僕もまじまじと見させていただいて、もうその姿にも本当に日々感動してますし、それと同時にあの倉木さんでさえその感謝と気持ち、これを何より大切にしている姿を見て、僕もやっぱり皆さんがいるからこそ、新浜レオンがあるというところはやっぱり倉木さんからたくさん勉強させてもらってますし、そして会うたびにいつも喉を気遣っていただくんですね。レオン君の喉が命だから喉本当に温めてねとか大事にしてねとかってすごく言っていただけるんですね。なので倉木さんにもですね梨をあげてます。でも本当にびっくりなことに梨を昨年プレゼントしたら、なんとここだけの話ですよ、直筆のお手紙をいただきまして、
いやもう本当に嬉しかったですね、これは。もうその内容は秘密です、はい、デビューが令和元年5月1日ということで、その年はもう本当に地元千葉からスタートして全国各地直接皆さんに会って歌を届けて、そしてその成果として第61回日本レコード大賞新人賞をいただきまして、もう本当にさあこれから新人賞をいただいてもっともっと全国の皆さんに新浜レオンの歌を届けるという、これからにしたかったところでこのコロナ禍にぶつかってしまって、もう正直すごく悔しくて、本当に改めてスタートなのに自分は何もできない、どうしようどうしようと本当に辛い日々が流れてたんですけども、そんな中でもやはり SNS やお手紙を通じてレオン君の歌を聴いて、このコロナ禍でも頑張ってる、なんならこう生きていける原動力になってるのはレオン君の歌声だよとかっていうのを、会えない時間でもたくさんメッセージをいただいて、その時にやっぱり下を向いてる場合じゃないと思いまして、コロナ禍直後は、自分の歌を今一度見つめ直して、腹式呼吸であったりとか滑舌、そういった、歌を磨くことにまた専念しまして、ある意味コロナ禍が明けた時にみんなが用意どんでスタートしたら、これは差をつけられるチャンスなんじゃないかなという、場だと思ってたんですね。なので、そんな時こそずっと小学校から高校まで野球をやっていたその魂を使って、やっぱり、体のこう絞ることとか、そういういざスタートした時に皆さんよりもこう成長したなと思ってもらえる期間にもなりましたし、会えない期間でも、SNS やあとはインターネットサイン会とか無観客の生配信などもたくさん、とにかく今できる 100% ということをモットーにずっと過ごさせてもらって、で、そんな中でもたくさん応援いただいて、ようやく今年から全国各地皆さんに直接お会いできる機会をいただいているので、やはりですねこうしていろんな皆さんに直接会うと、歌い手にとって何より幸せなのが皆さんの顔を見て、そして目を見て歌えること、これなんだなって今改めて思ってますね、はい。ジェラシー、それはバラ、ジェラシー、先だから、ジェラシー、今始まりなら運命にキスをしよう。ジェラシー、歌う時に大切にしていることをありましたら教えてください。はい、やっぱりこのジェラシー一言で言うのであれば、極上のですね幸せアフレオンソングとなってますね。このジェラシーの歌詞の世界は、切なかったりももちろんするんですけれども、それをも超えて僕の中ではジェラシー、憧れとしてるんですね。ジェラシーと聞くと皆さん、最初にイメージするのがやきもちであったりとか、恋愛の嫉妬とかを連想すると思うんですけども、それをも超えてやっぱり、恋愛ももちろん、日常生活で、隣の人が羨ましかったりとか、そういう思いって必ずあると思うんですね。なのでそれを憧れに例えて、ぐっと自分の中でその悔しさ憧れを秘めて絶対に上書きしてみせる、その熱い思いを大切にしてこのジェラシーを歌ってますね。趣味とか最近ハマってることとかありますか？そうですね、やっぱり何度も重ね重ねになってしまうんですけど、野球を小学校から高校までずっとやってきたので、今実はお仕事にも少しずつ結びついていて、野球系 YouTuber の方とコラボさせていただいたり、昨年は日本ハム楽天戦でなんと始球式をやらせていただいたりもしているので、少しでも本気で僕も野球をやってきたので、なんか野球に関するお仕事もこれからもしたいですし、力になりたいんですよね。
少年野球とかが野球の人口が減ってるという話も僕も聞いたりとか、あとは女子野球とかもすごく応援したいと思っているので、なんか大切に僕もやってきたので少しでも力になりたいなという思いはすごく強いですね、はい。まあ、来年5月に、渋谷で、まあ、コンサート、はい、ということですけれども、まあ本当であれば今年やる予定だったんですけども、まあこういうご時世で状況で本当に悔しくも前延期という形になってしまったんですけども、まあ、だからこそパワーアップした姿をその5月にはお見せしたいですし、やはりラインキューブ渋谷公会堂でコンサートをすることにすごく意味があると思っているんですね。というのもずっと目標にしているのが NHK の紅白歌合戦出場、まあ何としても今年出場するというのが、一番の目標ですけれども、まあその渋谷公会堂が、NHK のすぐそばにあるということで、まあ大きな大手をかける意味でもね、そこを大成功させたいですし、憧れの西城秀樹さんがライン級渋谷、まあ、その渋谷公会堂でコンサートをやられてる映像を見つけたんですね。もうそれが大好きで、秀樹さんへの感謝そしてリスペクトの意味を込めてですね、その渋谷公会堂でのライブを大成功させたいなという思いでいっぱいですね、はい。